はい、皆さんこんばんは、和道です。今日はですね、2018年12月の18日、21時54分です。まったりだらだらしましょう。お疲れ様でした。今日はなんか疲れましたね、僕。大変でした。疲れたわ。どっと疲れた。まったり話そう。潰れちゃうのか、これだと。ういっすー、お疲れっすー。お疲れ様でーす。難しいな、照明やっぱりな。後でセッティングしよう、照明ちゃんと。のんちゃんはこつ。照明難しい、すげえ。じゃあ今起きたの？寝てた？寝てたか。また俺のことを悪く言ってるの。ごめんなさい。あなたが誰だか分かんないですね。誰ですか？ あなたが誰だか分かんないので、悪く言うっていうのがよく分かんないですね。誰ですか、あなたは。ちょっと誰だか分かんないんで。自己紹介お願いします。わかんないですね、ちょっと。存じ上げません。
お疲れ様。お疲れ。テイラー・スウィフトを昨日初めて見たんだけど、めちゃくちゃ綺麗だな、テイラー・スウィフト。痩せてた頃の映像を見たんだけど、すごくない？テイラー・スウィフト。知ってる？みんな、テイラー・スウィフト。めっちゃ綺麗だな、あの人な。びっくりしたんだけど。ファンになったよ、俺は。テイラー・スウィフトの。アメリカ人なの、あの人。なんでアメリカ人ですぐ太るんだろうね、パツキン。すんごい美人だね。はい、ワード2。ケツもいいんだ。いや、なんかすげえ、なんかすげえなと思って、こんな綺麗な顔あるんだと思った。なんか造形がすごい。なんか目がめちゃめちゃかっこいいんだよね。俺テイラー・スウィフトになりたい。日本のテイラー・スウィフトになりたい俺。彫り深すぎるだろうこの人。いや俺はなるよ。俺は本当3年後、いやもう本当に3年後、本当に悔しいって言わせるから。日本のテイラー・スウィフトにまさかワドがなるなんてって。悔しいって言わせてやるよ。もう負けだわって。俺の負けだわって言わせる。わ かる？諦めないよ。ネバーギブアップだよ。諦めないよ。3年後気づいたら日本のテイラー・スウィフトになってるから、俺は。みんなの憧れ、抜群のプロモーション、圧倒的歌唱力。なんだよ、毎回、お前毎回そうだな。じゃあスタッフで入って。 もうほんといい加減にしろよお前、ほんとに。だったら出るって言うなよ、もう毎回だなお前ほんと。性転換はしない、性転換はしない。いい加減にしてくれ、ボン。絶対これ彼氏がそんなこと言ってないからね。俺のチンポショートムービーに出して、あ、無理無理。もうお前毎回だからな、もう。じゃあなぜ出ると言ったのかっていう。もういい加減にしてくれよ。かい、あ、解放じゃねえや、ボン。何回目だよお前、俺との約束破るの。
まあ俺もう絶対そうなるだろうなと思ってたけど、いやもう信頼性がないよ。君は信用性がないよ。ゼロだよ、ゼロ。まあじゃあ裏方だな。いや、さすがにひどいよ。もう何回目だ。もういい加減にしなさい、君は。ちょっと多すぎるよ、君は。ちょっと頼むよ、本当に。しっかりしてくれよ。なえる。いや、マリリン・マンソンの PV めちゃくちゃかっこいいな。マリリン・マンソンなんで太っちゃったんだろう、あんなにかっこよかったのに。やっぱロックンローラーは痩せてないとダメだよね。あ、本当に？マジで？ありがとう、ありがとう。解放。売れれば太る、つんくも太った。あ、つんく太ったっけ？つんくって太ったか？つんく太ったイメージあんまないな。つんくって太ったっけ？そうだっけ？
ああ、来た。小島さん、出て。小島さん、ダメ？出てくんない。来た、本人。脚本書いたんだけど、撮影今年か来年かちょっとまだ未定。今、ブッキング中なんですよ。お疲れ様です。脚本書いたんだけど、ショートムービーなの。映画の本編じゃなくて、ショートムービーで、その映画本編を撮る告知用の、要はスポンサーさんとかに、こういうものを、こういう技術がありますよっていうものを見せるためのものなんだけど、まあ、簡単に言うと、冒頭のシーンで主人公が、あいつら何も分かってないんだよって。毎日自分がやってることも話してることも考えていることすら何も分かってないと。で、ストレス抱えて酒飲んで憂さ晴らして、誰かを批判していないと生きていけないと。だからぶっ壊してやるって言って。で、演者さん、エキストラ8人以上を用意して、その通行人っていうか、なんつうの、立たせるの。8人をブワーッと。で、それぞれが持ってるコンプレックスが背中に張り紙が貼ってあって、で、その主人公がその張り紙をビリビリ破いていくっていうシーンなんだけど、で、小島さんにやってもらえないかなとか思って、今決まってるのが、トム・ソーヤ、池上、海宝、中西マン。で、愛子さんやってくれるんでしょ？愛子さんやってくれるって言ってさ、ここ決まりだ。で、要は、コンプレックスなり、社会悪だったり、そういうなんか、恨みとか、見えない恨みみたいなものを、抱えてるキャラクターっていうか、来年2月初めくらいか。多分1月ぐらいになっちゃうな。1月厳しい？忙しいのかな？なんだろう？ すげえハードスケジュールなのかな？ 忙しいですか？で、ヒルズ族とサービス残業を憎んでる役を探してて、いや、小島さん汎用性が高いの。どれでもいけるじゃんっていうことになって。1月は休み次第だ。休みって土日が多いんすか？小島さん。いや、できればヒルズ族かサービス残業を憎んでる男の役をやってもらいたいんだよな。1月は休み次第か。いやー、愛子さん決まり、ありがとう。休み次第か。あ、土日関係ないんだ、現場。そっかそっか。もし、スケジュール噛み合ったら、スケジュールって、なんすか、1ヶ月シフト制なんすか？1ヶ月シフト制なの？もしあれだったらぜひよろしくお願いします。力貸してください。OKOK。逆に、そんな感じで、じゃあ次声かけます。全員の予定聞いて。ぜひ。っていうか映画本編の方も出てよ。これティザーだからさ。予告編みたいなもんだから、本編出て、ぜひ。小島さん。ね、小島さんのさ、動画ってキャプって流したらダメ？小島さんの作品。あれ、バンにならないよね。バンになる要素ないよね。俺、めちゃめちゃ演技力高いと思ってんの、小島さん。あれ、みんなに見せていい？ URL ってある？小島さん。な、小島さんのショートムービーあったよね。あれ、キャプって晒したらダメ？みんなに。もし、晒し OK だったら URL いただける。なんて検索したらいいんだっけ？あれ。あれ、キャプってもいい？ URL 俺わかるわ。OK。OK。
あれバンになる要素ないよね。大丈夫だよね。バンになる要素ないよね。いや小島さん演技力高いよ。世界観多分大丈夫だよね。え、 YouTube あったら YouTube の方教えてくださいよ。 YouTube 版あるんだったら、俺が見たやつニコニコ版だったかな。え、 YouTube 版あるの？俺多分ねニコニコ版しか知らない。 YouTube 版があるなら YouTube 版の URL 欲しい。え、 YouTube 小島グランプリ YouTube どれだろう。どれだろう。 URL ないな。探してみよう。小島グランプリ。了解です。いや小島さん演技力高いからね、すげえいいよ。いい演技するよ。癖はめちゃめちゃ強いけど。尻から火を吹いたやつ、それだったっけな。尻から火を吹くやつはキャプれないでしょ尻から火を吹くやつはダメでしょ。それはキャプれないでしょ。いや俺それじゃないやつだと思うんだよな。ちょっと待って小島さん、確認する。これじゃない、これじゃない、これじゃない、これじゃない。え、小島グランプリ尻から火吹く知らないの？ダメだってよ。しかも若いな、痩せてるし。ダメだよ、これ。これだ。え、これアウトでしょ。バカだな。モザイク入ってるけど、これ。アホだな、こいつ。ニコニコの方だと思う。俺が見た方は。あれってバンに、これ面白いな。バカだな。トイレ狭いや、これはどうしよう。見せたいんだけど、これ、俺がバンになるから。バカだな、こいつ。アナルに粉入れて粉塵爆破してるんだけど。バカだろ、ほんとに。うん、お尻にファブリーズ吹いてるバカだな、ほんと。2016
2016年の動画、いや、これね、バンになると思うんだよね、フワッチ。見せたいんだけど、これごめん、無理だわ。コジマグランプリ。いや、俺にはその勇気がない。これバンになるって。久々見たけど、これ笑うわ、こんな。バカだな、ほんと。この動画じゃないよ。これ演技じゃないじゃん。これ芸人としての方、そう、演技をやってる方よ。演技を。バカだな。なんで巻き戻すんだよ。 いや、バン覚悟は絶対無理だよ。バン覚悟は無理。ツイッターに貼ろうか。ツイッターで俺告知しようか。広めようか。これキャプチャーは無理だよ。ツイートする。それでいい？ツイートで。俺のツイッターに貼った、今。見たい人はツイッターに行って見てきて。3分間の動画だから。これは無理。放送で流したらバンになる。これは無理。バカだな、本当に。ツイッターで見てきて、みんな。いや、笑うわ。アホだな。いや、これじゃないんだって。 これ演技とか関係ないでしょ。 お尻に粉入れて吹いてるだけなんだから。 汚ねえ動画だな、本当に。 いや、笑うよ、これ。こんなん笑うよ。っていうかさ、小島さんさ、これ、あ、そう、これ、黄泉の国からこんにちはだ、これだ。え、これってないよね、大丈夫だよね。これ。ありがとうございます。これってさ、バンになる要素ないよね、大丈夫だよね、絶対。これってなんかあったっけ？なんつうの、こういう粉塵爆破とか、アダルトのシーンないよね、大丈夫だよね。これ大丈夫？なんかあったっけ？小島さん。これ、多分。これなんか変なシーンある？ない？大丈夫？キャプっても。首くくりがあった、そうだ。だから、キャプレ、だから小島さんの良くないところ、ここなんだって。いや、そうだ、リアルかつ。だから、ここなんだって。広げようにも広げられないんだって。ダメだ。やっぱ、小島グランプリは、あれだ。表に出てきてはいけない人なんだよ。サブカル極めすぎなんだって。サブカルを。ダメだ。キャプれません。ごめんなさい、皆さん。小島グランプリは尖りすぎてる。無理だ。無理だ。そうだ。体張りまくるからな。いや、もっと評価されてもいいと思うんだけどね、やってることからすると。いや、だからこの動画とかも、SEO 対策ちゃんとやってあげたいもん。絶対バズるんだって。絶対バズるんだよ、小島さんの。いやー、俺、ちょっと、この動画、ツイッター用に動画加工してあげたいもん。元データがあるなら。絶対バズるから、これ。もったいないよなー。これ何年前の動画？相当前だよ、だって。お尻から粉塵爆破って、これ。視聴回数2000だって。3年前の動画だぜ、これ。3年前の。これ、バズらせたいな。アホだな。3年ぐらい前。
だからこれ動画の構成で損してるだけで これ絶対バズるって。もうこれデータないの？小島さん。俺編集するよ。これ絶対バズるって。絶対バズるから。元データの動画ダウンロードしてくれて、俺に預けてくれたら、ツイッターに上げられるように変換するよ。やばいよね。やばいよね。超面白いよね。やばいよね。絶対バズるじゃん、こんなん。リツイートされまくるじゃん。あるっていうか、YouTube パソコンでログインしたらダウンロードボタンあるから、俺、今度会った時、弾丸塾で会った時、データ預かってやろうか？これ絶対バズるよ。絶対バズると思うよ。これだから、SEO 対策とかそういう、なんつうの、仕掛けの問題なだけであって。いや、腹抱えて笑うでしょ？やばいじゃん、本当に。本当の気違いじゃん。めちゃくちゃ面白いよね。あ、やるやる。ねえ、弾丸塾、それで広まっても面白いし。だってこんな面白い動画ないもん。3分のところ。バカでしょ、これ。うん。いや、これね、リツイートしづらいんだよ。いや、本当に。これ3分のこの部分だけでいいんだよ。要は5秒で攻めた方がいいの。もう小島さんのいいところの出し惜しみしないで5分でもういきなり答え出した方が絶対バズる。で、これ動画のデータもらったら、これっていうかダンカンさんに見てもらった方がいいよ、これ。これをダンカンさんに見てもらった方がいいって。あ、ありがとう、ありがとこれ今度ダンカンさんに見てもらおう。いや、小島さんはね、違うんだよ。前からね、もう伝説がいっぱいあるんだよ。もう閲覧3しかないのにこういうことやってたとか。過激すぎて受け入れられてないだけで面白いんだよ、間違いなく。過激すぎるんだよ、ただ単に。誰かが説明する仲介役がいないと、ただの気違いで終わっちゃうんだって。この動画めちゃめちゃ面白かった。いや、レジェンドでもないんだよな。なんかね、もったいないんだよ。ただひたすら。ただひたすらもったいないんだよ。アーティストなんだよ、これ。だからね、なんか、なんつうの。もう、最先端の芸術の域に達しちゃってて、誰もついてこれなくなってるだけなんだよ。もっとマイルドにやらないとダメなんだって。尖りすぎでしょ、こんなの。そう、アンダーグラウンドすぎるの。本人がアクセルが強すぎてブレーキがなさすぎるんだって。すげえもったいないもん。いや、それはね、昔から言われてるんだよね。アングラキングだよ、アングラキング。だってさ、普通に演技力とかいいのにさ、首吊りの動画とか挟んじゃったら引くじゃん。普通に首吊るんだもん、この人。バズりづらいわ、そんなもコアだよなー。ドブ川のうなぎ食べたの1万再生、顔にヒルが2万再生ぐらい、尻穴で2000。あー、俺小島さん意外と YouTube で跳ねる気がするな、ちゃんとやったら。
ちゃんとやったら、チャンネル登録数の母体増やそう。っていうかコンビ組もう、コンビ。あのね、相方がいないとダメ、小島さんは絶対。だから俺ほん思うのがね、中西マンと小島さんコンビ組んだら結構うまくいくんじゃないかな。シミュレーションしたことあるよ。中西マンがツッコミ体制で、あの小島さんがボケだったら回るんじゃねえかなとか。あー、小島さん動画向きだよな。生放送向きじゃなくて俺動画向きだと思う、完全な。なんか一発跳ねたらえぐいファンつきそう、そんな気がする。勘、俺の勘だけど、これはただの勘だけど、俺動画向きだと思う。すげえ評価されそう。ちゃんとした編集マンがいればの話だけど、かだな。いや面白かったっすわ。あー、なんか寂しいな。動画撮ろうかな、どうしよう。なんか今日何もできてねえな。なんかあの、なんか作りたい、何もできてない。なんかモヤモヤするな。なんかすげえモヤモヤする今日は。首くくりはハードコアって映画に出てる俳優さんの技。あれでしょ、死んじゃった人でしょ、あのなんか尊敬してた人でしょ、ツイートに書いてた。俺全然わかんないけど、なんか首吊り芸の人でしょ。8割決まってないよ。撮影が大変なんだよ、これから。撮影が超大変なんだよ。今度、技術の打ち合わせをしないといけないの。そのセリフができても、今度カメラどこでロケーションで、どういうセットで、どういう照明で、どういう絵作りで撮るっていうのが決まってないと、この作品、だから映画って大変なんだよ、これ。3分でこんだけ苦労すんだもん。マジでね、大変。小島さんとかね、映画とか何回も現場に入ったことあるからわかると思うけど、もうえぐい、本当に。だって1分のシーン撮るのに10時間、撮影だけで10時間かかるとかザラだもんね。何回もテイク重ねるし。なんかね、すごいよ、本当に。いや、本当に引くと思うよ。生の現場見たら引くと思う。だから、そう、テイク重ねていくわけじゃん。セリフ噛んだりとかすると。だから、本当に役者さんの NG 集とかって申し訳なそうなことやってるじゃん。スタッフさんに。ロケ班命だよね。すいません、すいませんって本当に謝るじゃん。ああ、申し訳ないですって言って。で、それがさらに重なっていって、どん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 、言えなくなっちゃって、みたいなのとかもあるし。なんだろう、カメラの向きしか見てないから、みんなこういう向きでしか見てないわけじゃん。この裏側に100人ぐらいいると思ったらいいよ。役者さんの演技って。100人は言い過ぎだけど、少なくとも20人から30人ぐらいは裏にいるのよ。ものすごいプレッシャーで撮ってんの。失敗できないっていう。大変だよ。映画撮影は本当に地獄。
ごめん、解放さ、なんで LINE 送ってくるの？コメントでよくない？それ。意味がわからないの。何なの？ちょっとお前さ、本当に。俺、放送中なんだよ。で、別にそれ、コメントでいいじゃん。早朝の新宿の歩道橋は？って言われたんだけど、なんでそれ、LINE で送ってくるの？所特定まずい。 バカだろお前本当に。違う、場所の特定っていうのは配信中に場所を言うのはアホだっつってんの。もう何、もう全然分かってないんだもん。 もうポンコツ以下だぞお前本当に。すげえな、すごいな解放本当に。違うよ、放送中に余計な LINE 送ってくんじゃねえよ。自主映画でも監督が誰もいない道路に夜、主人公一人ってのを知り合いがやらされた。AD、自主映画で監督が誰もいない道路に夜、主人公一人ってのを知り合いがやらされた。AD で。誰もいない道路に夜、主人公が一人ってのを。車を5キロで走らせて5分間クラクション鳴らされっぱなしで発狂。ああ、ゲリラだ。ああ、なるほどね。なるほど、車止めたのか、要は。なるほど、ゲリラだ。要は、500メートル前ぐらいから車誰も通らないようにっていうことか。5分間で撮影ゲリラで撮るから車止めたんだ。大変だよね。だから芸術ってそういうもんだよね。いや本当に。泣くよね。いや泣くよね。わかるわ。いやだから、そう、通報とかも殺意湧くぜ。公園で写真撮ってるだけで帰れって言われるんだよ。狂ってるよ。この街は誰の迷惑にもなってない、誰もいないんだよ。公園で写真撮ってるだけで帰れって言われるんだよ。バカだろ本当に。俺もう本当ね、東京は狂ってるなと思う。来るマジで死ねえよって思うもん。
考えられないよ。考えられない。何がルールだよな。いや、誰かに迷惑かけてるんだったら、そりゃすいませんだよ。ごめんなさいって、もう100%こっちが悪いわけだから。写真を撮って何が悪いの？写真を撮って何が、もうさ、そういうやつら写真見るなよ。もう本当に。なんか当たり前だと思ってんだよ、写真見るのが。バカだよな、本当。公共の場所なんじゃないのって。パブリックって何なのって話でしょ。公園でスケボー乗るなとか、もうバカばっかり、本当に。すげえ嫌い。もうなんかね、東京のそういう、なんか、注意してる方が意味を分かってない。へえ、世界一撮影がしにくいスポット、東京。へえ。いや、本当にそう、ルール。自分たちでルールでがんじがらめにして、だからアートがなくなっていくんだよ。で、そう、頭にくんのが、三脚を使ってるとプロに見えるからダメなんです。はっ？とか思って。三脚を使って海宝を撮ってたら、プロに見えるからダメなんですって言われた。頭きたから、じゃあ三脚使わなかったらいいの？って言ったら、OK って言われたの。意味がわからないでしょ。誰も映してないんだよ。海宝と後ろの風景しか映してなくて、三脚で写真撮ってたら、写真ダメなんですって。なんでですかって。プロに見えるから。もうこの時点で意味わかんなかったけど、じゃあ三脚なくして手持ちで撮ったらいいのって言ったら、OK ですっていうの。バカだろ。バカでしょ。バカ理論でしょ。別にプロに見えたっていいじゃんな。三脚使ったってな。へえ。子供の手足が映ってるの映された。キックアウトって何？キックアウトって何ですか？キックアウトが優しいってどういうことだろう？キックアウトの意味。追い出される？追い出される？ごめん、ちょっとよく意味が分かんないな。追い出されるのが優しい国が日本。よく分かんないな。アインのポーズじゃないから。お前さ、ほんとおちょくってんだろ、お前。あれは技術なの。こうやって持ってシャッターをこう押すとブレるんだよ。こうやって。ここでロックしてんの、三脚の代わり。これだったらシャッターいくら押してもブレないだろ。あ、いいんじゃねえから、これ技術なの。お前さ、俺がさ、アインのポイズ、こうやって写真撮ってると思ってたの？バカだろ、お前。お前を笑わせるために俺、こうやってアイーンってやりながら写真撮ってると思ったの？お前、バカすぎるだろ、お前。三脚の代わりに肘でロックしてんだよ。もうほんと殺意湧くな、こいつ。バカだろ、こいつ。何？俺が海宝笑って、海宝笑ってってこうやってアインやってると思ってたの？お前さ、どんだけギャグセンスねえと思ってんだよ、俺が。びっくりするわ、マジで。ふざけんなよ、本当に。いや、腹痛いっつうか、もう本当に底抜けのバカなんだよ、こいつ。もうさ、やめて。ディスでしょ、これ、もはや。
いやもうね、ほんとね、ちょっとね、バカありがとう。あれ、延長か？バカありがとう。いやもう、解放ほんと、解放がちょづいてるとすごい殺意湧くんだよな。中卓球部の読みすぎ。 でも俺、映画の中で古谷実の世界観は絶対継承したいなと思ってるね。古谷実の、俺、秘密がすごい好きなんだけど、秘密が好きすぎて実写版の秘密見てないんだけど、実写版の秘密どうだったんかな。古谷実の、空気感と時間の間っていうか世界観みたいなものは継承したいね、実写で。古谷実は本当の天才だと思う。独特の間というか、空気感というか。いや、それね、ギャグの方じゃなくてね、通常の世界観、時間の使い方がエグいんだよね。秘密はめちゃめちゃ面白いね。 秘密好きだね。古谷実は本当の天才だと思う。で、何がすごいかっていうと、稲中卓球部僕と一緒って、そのギャグ漫画ってめちゃめちゃ難しいジャンルじゃないですか。ギャグ漫画って本当にすごく難しい。そこでもう誰しもが認めるような成功を収めたわけじゃん。それが俺稲中卓球部だと思うの。ギャグ漫画っていうすごい、その、なんだろう、メインストリームで、こう、金字塔を打ち立てて、で、まあ、僕と一緒っていうの、次回作もギャグで、あ、やっぱすげえって、要は2回当ててるわけ。でも、この時点で漫画家として振り切った才能を持ってるのに、今度、秘密の何がすごいかっていうと、サイコパスホラー路線で、全くその今まで持ってたタッチっていうのを捨て去って成功させてるんだよ。で、要はジャンルが違くても俺は面白いものを書けんだよっていうことを提示すると。で、その後にグリーンヒルであったりとか、シガテラとか、そのシリアス路線に行って一回その停滞していくっていうか、なんかギャグでもなく、ちょっとホラーなサイコパスな感じとギャグの路線っていうのをこううろちょろしていって、あ、俺はもう終わりかなと思ったの。やっぱ天才も2ジャンルしか書けないのかっていう。まあその、この時点でもう3本すごいものを作ってるからあれなんだけど、サルチネスはえぐい。サルチネス読んだ時震えた。要はギャグ漫画を書いてサイコホラーを書いて、で、一回その作風が固まったのにもう一回壊すんだよ。それがすごい。サルチネスって何の話かっていうと、その家族愛の話なの。すっげえと思った。で、サルチネスが稲中卓球部僕と一緒の秘密より面白いんだよ。泣けるんだよ。
もうほんと涙止まんないぐらい愛情に深い作品で、ええー、って最終的にこの人愛を書くんだと思って。俺、古谷実は心の師匠ですね。古谷実は。あんな天才いないよ。なんかしかもね、その病人の愛、なんだろう、変人つうか、なんか要は障害者が持ってる愛みたいなものを書き始めてんのよね。しかも普通の、なんかガチの障害者じゃなくて、なんだろう、ギリギリ障害者かギリギリ健常者かの狭間みたいな。もうとんでもないよ。サルチネスは、そう、一回中蔵にしちゃった判断でしょ。シガテラとかワニトカゲギスでダメだって思ったでしょ。だから俺も中下りっていう表現をしたのよ。秘密以降引きずってるの、秘密を。びっくりすると思う、小島さん。サルチネスは。何これって。作風全く違うから。で、なんつうの、泣く映画とか泣く漫画がいい漫画だとは思わないけど、すごいのよ。兄弟愛なんだけど、その兄弟と、その、ネタバレオッケーですか？ネタバレオッケー？もうちょっとサルチネスについて語りたいんだけど、ネタバレ大丈夫ですかね？ネタバレ嫌な人は、ちょっとブラウザバックでお願いします。そのサルチネスっていう作品は 髪の毛がロングの30、俺ぐらいの年、33か36だかの、30代の、要は簡単に言うと、引きこもり、十何年間引きこもりやってるやつが、いきなり仏教哲学みたいな入り方をすんの。ラジオでお坊さんか、ね、言ってた、時間なんてないんだよ。ふーん、とか。なんかそういう入りをして、哲学的な入りをするんだけど、簡単に言うと、そいつは働いてなくて、おじいさんに寄生してて、妹がいて、妹は学校の先生なの。すごく美人で、すごく天真爛漫で、すごくいい子なのよ。でもお兄さんの主人公の方は ニートで、ずっと毎日なんか哲学的なことを物ふけってるっていう、俺みたいなやつなのよ。働いてなくて。で、何も考えてなくて、おじいさんから住ませてもらってやってるんだけど、ある日、おじいさんに呼び出されるの。ちょっと話があるんだけどって言われて、なんだ、じじいっつって、改まってどうしたとか言って、ドンって座ったら、妹が愛ちゃんって言うんだけど、愛ちゃんが結婚しない理由を知ってるかい？って言ったら、知らないと。愛ちゃんが幸せならいいじゃないか、みたいな。説教臭いぞ、じじいみたいなこと言うんだけど、お兄ちゃんが結婚するまで私結婚しないよって言ってたぞ。そろそろ働かないかって言われた瞬間、主人公は なんかもう、なんつうの、もう、とんでもない、その、なんて言うんだろう。うわーってなるわけよ。で、なんでかっていうと、実は子供の頃に捨てられてるの。その兄弟は。で、お兄ちゃんは妹が幸せになるためだけを考えて、その物を盗んだり、その、なんつうの、しながらこの妹を食わせてきたの。それで心がぶっ壊れちゃって、その、要は妹を幸せにするためだけに生きてきて、もう俺の人生ミッションは終わったって思ってたのが、世界一妹の幸せを願ってるお兄さんが、実は世界で一番不幸にしてるのは自分なんだっていうことに気がつくっていう物語の始まり方の。で、主人公は、その妹がその結婚できないのは自分のせいだと、自分がニートで働いてないからで、だから妹は幸せになれないんだっつって、青森かどっかの田舎暮らしだったのに、東京にいきなり一人旅に出るの。で、東京で自立をすることによって、妹を安心させて、幸せにするんだっていうテーマなの。すごいでしょ？これが1話。すごくない？で、その東京で出会っていく中でドラマがどんどん進んでいくんだけど、まあ、ネタバレの要素、まあ、みんなが楽しめるぐらいのネタバレで収めるなら、最後の最後、妹と会話するシーンがあるの。
もうそれがめちゃくちゃ泣けるの。妹と車の中で、妹が車で運転してる時にお兄ちゃんとその妹が語り合うシーンがあるんだけど、すごいなって思うよ。そう、すごい。そうだから妹を幸せにしたいと思ってる、お兄ちゃん、キチガイのお兄ちゃんと妹、お兄ちゃんに幸せになってほしいっていう妹の話なの。すごい壮大なテーマの。それを稲中卓球部とか秘密を、サイコパス殺人鬼の話なんだけど、秘密はそれを書いてた話とは思えないぐらい面白いの。いや、秘密、あのサルチネス読んだ方がいいよ。しかもね、俺ね、古谷実が、いや、もう大好き。古谷実は、古谷実のすごいところって4巻に収めてんだよ、この話を。要はね、無駄が一切ないの。いや、引っ張るっていう概念がなくて、完璧な物語を書くことにこだわってるから4巻で終わらせるの。一番長い作品で6巻なの、シガテラの。3巻が4巻で終わらせるっていうのが好き。要は一回物語、ここがピークだからっつってスパッて切るの。そう。坊主じゃない、坊主じゃない。坊主じゃない。これ。ちょっと待ってね。サルチネスの主人公はこれ、この人。終わってる、終わってる。もうだって結構そんなに新しい作品じゃないよ、この4冊絶対読んだ方がいいよ、これ。で、主人公がこの人もうこの時点ですごいでしょ。主人公これいいだろう、うん、いや、これ絶対読んだ方がいいよ、めちゃくちゃ面白いよこれね。あの、要は、ああ秘密系ね、秘密引きずってるねってなるけど、全然違う。最後まで読まないダメ、これは。超面白い、絶対最後まで読むべき。で、妹がすごい可愛いの。妹はこんな感じなの。妹は愛ちゃんって言うんだけど、学校の小学校の先生なの。めちゃくちゃ美人で可愛い妹なの。うん、そう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 、安西さん、そうそうそう。ていうか俺ね、これ卵味噌に顔そっくりだと思ったね。卵味噌が痩せてる時にすげえ似てない、わかる。いいんだよな、この世界観。なんか愛って何なんだろうって考えるよね。愛って何なんだろうって、人を愛するってどういうことなんだろうって。なんか見返りを求めたら俺愛じゃないと思ってんの。だからよく言うんだけど、プレゼントを誰かに渡すときに相手が喜んでくれなかったら不満を言うやつっていうのは愛じゃないの。それはその相手を喜ばせたいっていう欲望なんだよ、俺からすると。そうじゃなくて、愛っていうのはプレゼントを渡して相手にそれをひどい仕打ちをされたとしてもニコニコ笑ってられるのが俺は愛だと思ってるの、わかる？プレゼント渡して、こんなのいらないよって払われてもごめんねって言って言うのが俺は愛だと思ってるの。歪んでるでしょ歪んでるでしょ、すごい。わかるかな、この感覚。要はね、一方的なものだと思ってるの、愛っていうのは。そう、相手のためだったらいいんだよっていう、相手が良くなるんだったらいいんだっていう。わかるかな、この感覚。ちょっと、それはね、これを、この感覚は多分俺が病気だからっていうのがあるんだと思うんだけど、なんか押し付けるものでもなく、なんだろう、相手に嫌われたとしても、相手のためだけを思ってるみたいなもの。だから人間が持ち得ないものっていうか、
絶対リターンを求めるから、見返りを求めるから人間って。リアクションだったり感謝だったり。だから俺ね、花火ありがとうが嫌いなのもそこなんだよ。もうなんか変な話になってきたけど、花火をありがとうって言わないと、花火を投げた時に文句言われるのって、それってなんだろう、最初から見返りも求めてるから怒るわけじゃん。言ってる意味わかる？わかる人いるかな、この中で。でも本当に相手に感謝をしていて本当に支えたいと思ったら花火投げるじゃん。大丈夫かな。わかる？この感覚わかる？誰かわかる？わかる？わかんない？わかんないかな。なんかすごい温度差になったな。すごい離れたな、距離がな。そこはわからないわっていう空気感ね。なんだろうな、言いたいことはわかる。なんかね、見返りを求めてる時点ですごく綺麗だったものが汚いものになってしまうというか、なんだろう、なんだろうな、あんなに綺麗な心だったじゃないかっていう。じゃあそれはなんかね、この話をすると俺がありがとうって言わないひねくれ者だと思われるでしょ。そこでそれに対してのやっかみっていうか、そこじゃないんだよっていうところとずっと戦ってるの俺は。だからそう、解放いい、解放いいコメント、承認欲求を満たされるためだけに花火投げてるんだったら違くないかって思うの。いや俺言えるよ、ありがとうなんて別に言えるよ。だけどそれって本当のありがとうじゃないでしょって言いたいの。わかる？わかる？なんて言うんだろう、承認欲求を満たすためのオナニーとかになっちゃうじゃんっていう。そう、そういうこと。自分がしたいからするべきだし、ありがたいと思ったからありがとうって言うべきだと思ってんの。言葉の使い方、要は行動として、それが成立してないのもあるはずなんだよ。花火を投げたら必ずありがとうって言わなきゃいけないっていうことに対するアンチテーゼなんだよ。そう。だってムカつく人からお金もらってありがたいと思うはずがないじゃん。わかる？で、ありがたいと思ったからありがとうって言わないと、ありがとうの本来の意味が違うじゃん。承認欲求を満たすためにありがとうっていうのって違うじゃん。その激レアっていうかね、俺ね、それね、あのね、宗教のね、エホバの証人の人と4時間ぐらい語り合ったんだけど、結論なんだけど、人間は無償の愛っていう、アガベーっていうらしいの、こういうの。これは人間が持てない愛なんだっていう。なんでかっていうと、バイアスがかかってるし、人間っていうのは欲望があるから、仏教でも同じこと言ってんだよ。愛っていうのは我習であるっていう、妄習である、良くない感情であるっていう、だ要はその 愛を持とうとするから人は苦しむって仏教では言ってんだよね。だから何か見返りを求められた瞬間引いちゃう。いや、匿名で投げるっていうのもまたそういう問題じゃなくて、例えばね、それは初見ですもイコールなの。花火で例えてるから、お金の話だからみんな勘違いしやすいけど、これ言葉とか感情の問題でもあるから、初見ですって言われた時に俺よく言うのが、だからなんだよってよく言うじゃん。初見です、は？何お前、初めて来た人をもてなさないといけないの俺、は？でもこれって俺からすると普通の感覚なの。いきなり知らない人に、なんすか？はじめまして。
いや、何ですか？何の用ですか？いや、いやいやいや、はじめまして。いや、うざいんですけど。嫌なやつですね。人としてなってないですね。私、はじめましてなんですよ。意味がわかんないでしょ。俺、これをされてるんだよ、放送で。初見です。初見です。初見です。知らねえよ。いや、思わない！初見だから何なんだよ。これ、花火、ありがとうに対するのと全く一緒。初見だからって甘やかされると思うなよ。わかる？わかる？それはお前が過疎だからだろ。わかるかな？この感覚。初見だからってお前が嫌なやつかもしれないんだよって。お前と話が合わ、わかんない小島さん。なん、いや、俺、これ結構昔から言ってんのよ。初見だから何なのって。初見だったら、初見さんありがとうございます。ゆっくりしてってなって言わないといけないの？俺、全然初見さんに来てくれてありがたいとも思ってないし、初見さんにゆっくりしていってほしいとも思ってないの。初見だからっていう、その初見アピールすげえうざいんだよ。俺がおかしいのかな？いや、なんかね、それ、これって、でもね、これって別の話に聞こえるかもしれないけど、初見ですと、花火に対してなんで俺言わないんですかっていうのって全く同じ構造だと思ってるの。俺の中では。同じことを言われてる気がするの。なんとなくわかる？で、お前が初見だからって俺は差別しねえからなって。俺は、お前という人間に興味があって、お前がいいやつで、お前が悪いやつかっていうのは、お前の言葉なり、お前の態度で対応をすると。で、お前が初見であれ、何であれ、そんなことはどうでもいいんだよ、俺からすると。お前がいいやつ、俺にとっていいやつなのか、悪いやつなのか、仲良くなれるのか、仲良くなれないのかに興味があって、お前が初見がどうとか、初見です。挨拶スルーですか？何この態度。もうこういうことを言う時点で俺と馬が合うはずがないんだよ。初見ですって言ってスルーしてたり。初見だから何なのって言ったら、何ですか？なんで噛みつくんですか？噛みついてねえよ。初見だから何なんだよ。俺噛みついてるか？初見だから何なんですかって聞いたら、噛みつくんですねって言われるんだよ。バカバカしい。花火にありがとう言わないんですね。言わなかったら何なんだよ。頭くるぜ、本当に。って思わない？俺間違ってんのかな？なんか、俺バカにされてると思うんだよ。そう、初見ですって書いた時に、初見さんゆっくりしてってくださいとか、花火ありがとうって。いや、だからバカにはわかんないんだよ、バカには。だからもうセブンイレブンでお金払ったらありがとうございますって言われるのが当たり前になってるんだよ、こいつら。俺はあれはバカにされてる態度だと思うもん。うん、そう、そう、もう6年やってるんだよ。知らないよそんなの。初見だから何なんだよっていう。なんで分かんないのかが分かんない。いや、分かんなくてもいいんだけど、鶴根さんが分からなくてもいいんだけど、バカにしてるんだよね。俺セブンイレブンとか、そう、ファーストフードのお客様は神様ですってバカにしてると思うんだよ。これ小島さん分かると思うけど、商売っていうのは、お金、例えば八百屋さんで、あいよ、お姉ちゃん、今日人参いいよ、人参買ってかない？あ、じゃあ人参もらうわ、いくら？ 200 円。あ、いつも買ってくれてるから10円安くするよ。190円ね。ありがとね。また来るね。ありがとね。ウィンウィンじゃん。わかる？今の会話が俺は普通の感覚。八百屋さんは人参を売る。働いてる主婦の人はお金を渡す。この時点でフラットな関係なの。なんでかっていうと、
人参買えないんだよ。お金を払うことによって対等なの。そこにセブン&アイホールディングス頭いいから考えたんだよ。あいつら客は神様って教えようぜ、バカにしようぜって、全員に神様みたく対応したら、あいつらバカだから来るから、金払うから、だから従業員に教えろ、全員神様にしろって。神様なわけないだろ。お金を払って物を交換して初めて対等な関係なんだよ。そこで自然と出てくるありがとうがお互い出てくるはずなの。お互いにありがとうのはずなの。わかる？大丈夫かな？なんか変な話をしてる気がするんだけど、放送いつも面白い放送を見せてくれてありがとね。花火投げる。いや、こちらこそいつも支えてくれてありがとね。ありがとうが2つ交錯したんだよ。俺がやってる配信に対して花火を投げてもらった。だから無言で花火投げられたら俺も無言で当たり前だろ。俺はだって見せてるんだから、ずーっとプライベート。無言で花火投げられたんだぞ。なあ、無言で花火投げられて無言でスルーで何が悪いんだよ。そこに一言ね、いや、ワド、いつもありがとうなって、お前の放送で元気出るよとか、ありがとうなっつったら、ああ、俺もありがとうね、花火って返すよ。わかる？これわかる？なんで誰もフォローしてくれないんだろうっていうね。わかる？でしょ？正論でしょ？正論でしょ？でしょ？正論でしょ？だから花火投げないやつほどズーズーしいんだよ。面白いことやったら花火投げてやるよ、面白いことやったらアイテム投げてやるよ。何その態度、ただで見ておいて。すげえ嫌なやつでしょ。俺そんなやつと関わりたくないっつってんの、うん、面白いもの見せたいよ。俺だって面白い考え方話したいよ、みんなと楽しくやりたいよ、俺だって。でもさ、その態度の人間と仲良くニコニコ笑えるか、うん、笑えるか、無理だよ、うん、お互いに楽しんでお互いにね、やってね、あのさ、配信者がどれだけプライベートを晒してるかよ。そのただパソコンに向かって喋ってるだけっていう判断をしてるわけじゃん。喜怒哀楽全部さらけ出してるんだよ。コンビニの例え合わなかったかな。コンビニの例えっつうのはセブン、要は頭のいいやつらに洗脳されてるってことね。頭のいいやつが仕掛けられて、要はありがとうって言われて当たり前だっていうぐらい客がズーズーしくなったって話よ。だけど要は花火を投げたりアイテム投げたりしたらありがとうって言わなきゃダメだって言ってんの、そういうことよ。ああ、愛子ちゃん、愛子ちゃんね、映画の脚本ができたんだけど、簡単に言うと映画の本編を撮る前にリスナーさんに映画を撮りますよっていう3分のショートムービーを作るんですよ。映画の本編とは関係ない。あ、ありがとう、ありがとう、愛子ちゃん、ありがとう。で、愛子ちゃん主婦の役だけどいい？愛子ちゃん主婦、今回は主婦の役、映画の本編は別、また配役決めるけど、うん、ありがとうね、愛子ちゃん。ちょっとスケジュール多分ね、来年の1月か2月になると思うんで、ありがとうございます、よろしく。いや、映画だって同じジャンルじゃないんだよ。映画は別なんでかって言ったら、入場料払ってるから、1800円払ってるんだから、いくらでも文句言っていいんだよ。わかる？鶴根さん、1800円、ぶっちゃけ、うん、ぶっちゃけどうした？うん、全然聞くよ、うん、ありがとうね、愛子ちゃん。ごめんね、なんかあの沖縄で今イベントかそばかりあの映画の本編の方は豪華にやるから、映画の本編の方豪華にやるから。いや、愛子ちゃん期待していいから大丈夫、あのちゃんとうまくやるから、うん、うん、あ、今福岡なんだ、そうなんだ
楽しんでね、鹿児島さつま揚げ美味しいから。いやいや、映画っていうのはお金を払ってるから批評をしていいんだよ。ありがとう、タカちゃん。コンビニはお金を払って買って弁当がまずいとかなんだかんだ言ってもいいと思うよ。俺が言ってるのは、立ち読みだけして文句言って帰るやつは帰れって言ってんの。言ってる意味わかる？来年のね、頭ぐらいにちょっと映画の前段階の予告ムービーを、ショートムービー撮るんで、よろしくお願いします。ありがとう、愛子ちゃん。頑張ってね。絶好調だからね、今、閲覧、もう、400とか500で。よかった。相撲始まったらきつい。オッケーオッケー。その辺、なんかスケジュール調整させてください。了解です。そっか、愛子ちゃんお相撲大好きだもんね。なんていうのかな、いや、コメントしてよ。あ、俺見てるよ、見てるよ。コメントする、今度。配信もお金払わないから見るな、じゃない。配信を否定、その配信者を否定する人とかには権利があるんじゃないのって。別にお金を払わなくて見てもいいんだけど、お金を払ってない人が否定をすることっていうのはおかしいんじゃないのって言ってんの。いや、邪魔しないようにだよ。愛子ちゃんが盛り上がってるから邪魔したくないんだよ。配信者なりの気遣いなの、やっぱり。今盛り上がってて乗ってるから、お茶濁したくないわけよ。愛子ちゃんらしくて、愛子ちゃんのファンが楽しんでるわけだから。金払ったら否定していいと思うよ、俺は。金払ったら批評していいと思うよ、俺は。全然していいと思うよ。全然ありだと思う。全然ありだと思う。だって、金払ってるんだもん。うまいまずいっていう感覚。金も払ってないわけじゃん。だってさ、俺からしたらさ、生き様散々見せてさ、命がけでやってさ、さらけ出してるのに、否定だけして、支援もしないってどういうことよ。どういうことよ。だって人のことバカにするのなんか誰だってできるんだぜ。で、そんな人に見てもらったって俺何にもならねえもん。意味ないよ。俺言ってるじゃん。閲覧数に何の意味があるの？何にもないよ。野獣馬だよ、野獣馬。俺ずっと言ってるよね、みんなで。閲覧数なんて何の意味もないって、何の価値もないってずっと言ってるよ。見るなって言ってるじゃん。見たくないんだったら見るなよって。俺、お前に頭下げて来てくれって言ってるわけじゃねえかなって俺ずっと言ってるよ。何の意味があるの？この数字に。100人見てる、1000人見てるっていう数字に何の意味があるの？教えてくれよ、逆に。逆に教えて、何の意味があるの？何があるんだよ、そこに。何にもないよ。だから、いつも言ってるけど、リスペクトがない関係っていうのは成り立たないんだよ。人間社会で。別にそれは配信者とリスナーにも同じことが言えるんだよ。リスペクトがない関係は維持できないんだって。俺人生全部さらけ出してる。ありがとうね、YouTube から来てくれてんだ。え、なんでそうなるの？え、なんでそうなるの？鶴根さんの言ってる意味がわかんないんだけど、なんでふわっちをやるなになるの？俺ふわっちで愚痴るとか違いませんかじゃなくて、俺ふわっちに対しての愚痴なんか一つもないよ。俺が言ってる条件を言うね。無料で見てて、かつ文句を言ってるやつだよ。この二つの条件だって。あ、オッケーオッケー、解放ありがとう。二つ条件があるの。無料で見てるやつはじゃないの。無料で見てて文句があるやつ、つまらないと思ってるやつなんかいらないって言ってんの。わかる？二つ条件があるの。片方の無料で見てるっていうところだけに注目しすぎ。だから言ってんじゃん。金払って文句言ってる分には俺ブロックなんかしないよって。しないよ。わかった？鶴根さん。二つの条件が被さった時だから。だから一方的な部分を言いすぎなんだよ。と、会員制のサイトではやらないよ、俺は。
なんで俺が会員制のサイトやらないといけないと思ったのか教えて。病気かな？何か病気を抱えてる方かな？俺の言ってる意味わかんないの？ストレスなくなるんじゃないですか？いや、ストレスがあるとかストレスがないとかいう話じゃなくて、俺、もう一回言うね。無料で見てて文句があるやつはいらないっていう話なの。俺が会員制のサイトでやるとか、俺がどこでやるとか、そんな話してないの。俺はやりたいところでやるから。ただ文句があってつまらないと思ってるのに見てるやつの気が知れないって話をしてんのよ。わかる？俺がどうするかっていう問題の話なんか全くしてない。俺はやりたいところでやるから。言ってる意味わかる？もう話はすごくシンプルだよ。文句があるなら見るなだよ。違う。無料だから、鶴根さん、さっきから分かってないの。無料サイトなので仕方ないんじゃないですかじゃないのよ。無料で文句を言ってるやつがいらないって言ってるの。二つの条件があるの。別に無料で見る分には俺は文句はないから。そこが誤解なんだって。なんでこんだけ言ってもわかんないの？別に無料で見たかったら無料で見りゃいいじゃん。応援すりゃいいじゃん。無料で見てて嫌いなものを見てる人がダメだっつってんの。わかる？病気かな？なんでこれが、こんなシンプルなことがなぜわからないの？わからないの？一切、合切、手だ、ちょっと待ってね。一切合切手助けも助言もないやつが文句だけ言ってくるやからはいらないと。そういうこと。そういうこと。なんで、わかるんだったら、何に噛みついてんの？これは俺の意思だよ。小島さんが言ってる通り、手助けもしない、助言もしない、支援もしない、応援もしない。なぜ見るの？って言ってるだけなの。で、もう一回言うね。手助けもしない、応援もしない、嫌い、考え方も賛同できない、面白くもない、でも見る。頭おかしいねって言ったの。そしたら、他のサイト行けばって言われたの。論理的につながらないでしょ、別に。わかる？それをここで言って何の意味があるんですか？じゃあ全く同じ質問するね。それをここで聞いて何の意味があるの？あなたにとって。それを教えてって言ってんの。なぜ見てるの？なぜ見てるの？それを教えて。じゃあそれと答えはすごく、俺は何回もそれ言ってるから。それをここで何の意味があるんですか？俺はやりたいことをやってるだけなんだよ。わかる？じゃあなんで見てるの？逆に答えて。俺も答えるから、なぜそれをここで聞くの？なぜその放送を見るの？だから最初だったらそれでいいじゃん。だったら最初から好きだからって言ってればいいじゃん。なんで他行けっていう話になるのよ。でしょ？結局、俺の雑談が好きだから聞いてるわけじゃん。それを言わないんだよ、最初から。いや、だから普通に応援すりゃいいじゃん。だったら無料で見りゃいいじゃん。結局だから無料っていうことは、私はお金払えないっていうコンプレックスに、なんか嫌な思いをしてんだよ。俺の話の本質なんじゃないの。お金を払わないほど無課金に対するアレルギーなんだよ。鶴根さんは俺にアイテムを投げるべきなんだよ、本来は。だから後ろめたい気持ちが湧くの。だから他行けっていう攻撃的な姿勢になるの。俺言ってることやっぱ間違ってないじゃん。あなたこそ俺の放送を支援するべきなんだよ。1円でも10円でも。
でしょ？あなたみたいな人が俺に1円でも10円でも投げたら、違う。違う。違う。俺の話にバイアスがかかってるのは鶴根さんの方なんだよ。結局俺が言ってることっていうのは別に間違ってないんだよ。ごく至極当然のことを言ってるの。でも自分がお金を払ってないから、ね？自分がお金を払ってないから支援をしてないから後ろめたいから言われて傷つくから反論をしちゃってるの。だから負けてるんだよ。鶴根さんは。俺はあなたみたいな人からアイテムをもらいたいね。うん。俺の放送が好きだって言ってくれる鶴根さんからあなたから1円でも10円でもほんの少しでもいいから毎月アイテムをもらいたいですね。あなたからあなたみたいな人からもらいたいです。はい、わかります。俺は鶴根さんからアイテムもらいたいよ。この放送を好きだって言ってくれてる人からアイテムもらいたいよ。なぜ投げないの？逆に鶴根さん教えて。なぜアイテムを投げないんだい？なぜだい？うん、なぜなんだい？多分鶴根さんは10円でも100円でもね、毎回アイテムを投げることによって俺の話理解できるようになると思うよ。うん、違う？投げてごらん一回。全然考え方変わるから。なんで投げないのか教えて、鶴根さん。投げてごらん、一回。コンビニでウェブマネーで1000円で、バーガー100個買って、バーガー1個投げてごらん。言ってた意味わかるよ。そう、無償の愛と繋がってくるよ。全然。黙って見てた方がいいね。ロムってた方がいいよ。うん、はい、こんばんは。うん、だって言えないでしょ。なんでアイテム投げないのか。だから結局その程度なんだって。自分のやってる行動とか論理性とか、自分がなぜそういう行動をしてるのかが整理できてないんだよ。だから噛みつくのよ。表層的な部分で噛みつくでしょ。俺はちゃんと自分が喋ることに対してあるもん。こういう考えだからこう思ってる、こう思ってるって。理路整然としてるでしょ。すっきりしてるでしょ。理由が明確でしょ。そう。他人を否定するっていうことは自分の持論を持ってないとダメなんだよ。じゃないとすぐにその薄っぺらさが出ちゃう。うん。いや、黙ってみなよ。どうしたの？脅迫じゃないよ。俺は鶴根さんみたいに俺の放送が何、黙って見るんじゃなかったらどうしたの？黙って見なよ。そしたらお互いにストレスかかんないんだから。でしょ？黙って見てなよ。なんでコメント書いちゃったの？脅迫じゃないよ。俺は鶴根さんみたいに和道さんの放送雑談が大好きなんだ。好きなんだよ。そういう人からアイテムもらいたいっていうのがなぜ脅迫なの？スマートじゃなくていいよ、別に。全然いいよ。全然 OK、 全然 OK、 泥臭くて全然 OK だもん。なんで鶴根さんみたいな応援してくれる人からアイテム欲しい。で、逆になんでアイテム投げないのって言ったら、それを脅迫ですよって。どこが脅迫なの？全然脅迫じゃないでしょ。質問しただけだよ俺。で、黙って見るって言ってたから、あ、それがいいねって。黙ってたら別に喧嘩にならないし、ロムって見てる分には別にいいんじゃないのって言ったら、なんで脅迫になるの？どこが脅迫なの？俺の今の発言のどういうこと？え、どういうこと？なんで脅迫なのか教えてください。どこが脅迫なんですか？どこが脅迫なの？何も脅迫じゃないでしょ。どこが脅迫なの？なんで？は？通報させていただきます。何が脅迫なの？
いやいや、俺は何が脅迫なのって聞いてんの。通報させていただきます。どうぞすればいいじゃん。どうぞすればいいじゃん。全然いいよ。全然いいよ。おかしいでしょ。何が脅迫なの。俺は、あなたみたいな人からアイテムが欲しいって。好きだって言ってくれる人からアイテム欲しい。なんでアイテム投げないのか理由を教えて。それは脅迫です。もう黙ってみます。いや、脅迫なんで脅迫だと思ったの。通報させていただきます。どういうこと。どういうこと。なんで散々質問されてこんだけ誠意を持って答えたのに、俺は誠意を持ってちゃんと持論を答えたのに、なんで話が通じないの。卑怯でしょ。うん、意見してきても和道が素直な意見言うと極論で批判に変わる。絶対意見に反論されると通報になるんか。いやいや、俺感覚は分かんないんだけど全然。だから結局そんなもんでしょって。だからアイテムにありがとうとか言わなくていいんだって。アイテムにコメントが添えてあったら優先的に拾うでいいんだよ。うん、そうじゃないの。うん、意味が分かんないでしょ。だからアイテムにありがとうなんて言わなくていいんだよ。うん、もうそれは言いたいときは言っていいんだよ。うん、言いたいときは言っていいんだよ、ありがとうって。いや、だってめちゃくちゃでしょ。めちゃくちゃなんだって。いやいや、ありがとうじゃなくて、あなたがなぜ俺にアイテムを投げないのかを聞いてるんだよ。もう本当に不毛でしょ、このやりとり。こうでなきゃいけないって考えでしょ。いや、わかんないよ、俺は全然。いや、わかんないよ、本当に。わかんない、メンヘラかどうか。いや、俺は決めつけとかしないから。全然。ただ何を言ってるのかは分かんないよ、俺、正直。正直何言ってるのかは分からない。だからあなたは面白いと思ってるものとか好きだって思ってるものとかに対して対価は払いません。そう言ってるんだよ。分かる？だからお金を投げる価値はないかなって思ってるんでしょ？どっか行けっつってんの。いや、どっか行けよ、本当に。あのね、お金を投げる価値がないって思ってるんだったら、他行きなって。お金の投げる価値のある放送を見なよ。投げてる人に失礼なんだって。それって。別に、鶴根さんが、俺のことどれくらいの面白さでも構わないけど、俺からしたら迷惑なの。俺からしたら迷惑。はっきり言わせてもらって。鶴根さんみたいなリスナーさん、初見じゃねえよ。どっか行けよ。初見なんかどうでもいいわ。放送面白いと思っても別にいい。ただ、ここでコメント書かないでほしい。正直。俺からすると無駄だから。鶴根さんとのやりとりは無駄なの。無駄。俺からすると不快な客。立ち読みばっかりしてる汚い小敷みたいな文句ばっかり言ってる不老者にしか見えない。何リスナーを敵に回したらって。どういうこと。いや、だって支援しない人がいくら集まっても意味ないでしょ。支援しない人がいくら集まっても意味ないもん。俺いらないもん、そんなの。そう、だってさ、アイテム投げない人がいくら集まったって何の意味もないよ。何の意味もないよ。俺だって閲覧100人以上ずーっとキープしてるんだよ、今日。1日ずーっと100人以上の人が見てるけど、俺日給2000円だよ。何の意味もないよ。何の意味もない。結局、花火投げる人、要は対価を払ってくれる人は2000円分しかいないんだよ。いや、だから、なんだろう。花火2000円投げてくれた人には楽しんでいってもらいたいけど、俺は鶴根さんには楽しむ資格はないと思ってるもん。いや、10円でも100円。0と1は違うから、チャヨティ。俺は0と1は違うよって。俺は100投げろとか1万円投げろって言ってないから。
楽しんだら楽しんだでチップ置いていくのが大人なんじゃないのって言ってんの。って言ったら俺は通報されるんだよ。だからほら出たじゃん。ね、面白いことやったら投げてやるよでしょ。だから嫌なんだよ、もう俺こういう人間が嫌いなの。こういう人間が大嫌いなのよ。うん。いやー関わりたくないよ本当に。すげえ嫌な気持ちだよ今。うん。すげえ嫌な気分本当に。本当に客層悪いよ。うん。本当に客層悪い。いやだから感謝がないんでしょ、運営さんにも配信者にも。運営さんにもさ配信者にも感謝がないんだもん。そんなのさリスナーに感謝しろとかおこがましいよ本当に。100人のうちアイテム投げている人は何人ですか。10人ぐらいじゃないの。うん、わかんないけど多分10人ぐらいじゃないの、今いる中で言ったら。アイテム投げてる人はチャヨティでしょ、アイテム投げてんの。チャヨティ、タムタム、タカちゃんでしょ、ノリコでしょ、カイホーでしょ、ボンでしょ、ソソでしょ、ミースケでしょ、あと誰いる、こんな感じで言ったら。まあ、8人だね。10人にも満たないよ。うん。うん。1割しかいないよ。だから別にいなくなっていいよ。つるねさん、いらないいらない。あなた来なくていい。1割だから何なの？いや、来なくていいよ。俺、つるねさんがこの枠に来なくなっても全然困らないから。全く困らないよ。つるねさんが明日来なくなっても何にも困らない。全く。来なくていいよ。いてもいなくても同じなの。いてもいなくても同じなの別に。むしろいてマイナス10人だけでいいよ全然。10人だけでいいよ。10人だけで全然いいよ。だって変わらないもん全然何も。むしろストレスないでしょ。うん。だってマイナスしかないじゃん。うん、マイナスしか。だって鶴根さんと俺が絡んだことによって何か得があると思う？ないでしょ。ないよ一つも。何にもない。はいはい、さよなら。はいはい。私はアイテムこびる配信者が嫌いだからこのくらいはっきりしてる方が逆に。だってさ、アイテム投げてなんでありがとうって言わないといけないの？おかしいでしょ。アイテム投げて当たり前じゃんと思わない？いや俺アイテム投げて当たり前だと思ってるから。本当に好きならね、うん、だからギャップが違うんでしょ。リスナーに対するギャップが違う、もう思いが違うんだよ、うん、俺アイテム投げて当たり前だと思う。好きならね、好きならね、うん、好きならね。俺はあの見る枠必ず絶対アイテム投げてるから。俺はそういう、なんつうの、無料で見るっていうことができない人間だから、絶対やらない。うん。うん。楽しませてくれてありがとうってのはある。ああ、それが普通だよね。俺、だって見るだけで参加料だと思ってるもん。見る枠は必ずアイテム置いてから言ってくる。だって、恥ずかしいじゃん。アイテム投げないで楽しもうっていう行為が。俺はそういう大人にはなりたくないもん。
そういう、なんか、反、なんて言うんだろう。そういう感謝のない人間になりたくない。まあ、そうだろうね。要は、こびないとアイテムもらえないぐらいの配信者なんだよ。俺、こびなくてもアイテムもらえるもん。面白いから。このスタイルでもアイテムもらえるんだよ。なんでか。面白いから。こびる必要が一切ないから。色恋もしなくていいの。こびる必要もないの。対等な関係でやっていけるの。あのね、コンテンツに関しては、電通と博報堂が悪いと思ってる、俺は。要は、ただで見せる代わりに、お金より貴重な時間を奪ってるんだよ。要は CM 料っていう。CM 料を、取ろうとしてる。だから、あれは利権なのね、完全な。例えば、FOX チャンネルとかさ、ケーブルテレビとかあるでしょ。ニュースに1ヶ月契約するの。ニュースを見るだけで500円。スポーツの一番組、野球を見るだけで500円。当たり前だから。その、尖ったコンテンツを見る。自分が面白いと思ってるコンテンツを支えるっていうのは当たり前なのよ。情報コンテンツに日本人はタダだと思ってんの。なんでかっていうと、日本の映像の技術で一番クオリティ高いものってテレビとか CM とかなんだよ。それがタダで見れるっていう構造を作っちゃったのが問題だと思ってる、俺は。要は、ハイクオリティで一番最先端なものがタダで見れるっていう構造を洗脳しちゃったの。いや、俺花火は毎日欲しいから逆に言わないことにしてる。これは、なんつうのかな。俺の考え方ね。まあ、ずーっと欲しいの。俺はいつ、いかなる時も、俺は欲しいの。花火が。今、この瞬間も花火欲しいの。花火欲しいのが当たり前すぎて花火くださいって言えないの。なんでかっていうと、もう、常に寝てる間もお金欲しいと思ってるから。その当たり前だから。それを言わせるなよ。花火くださいって言わせるぐらいダサいリスナーなんだよ。だから俺は体張ってやっていくしかないんだよ。さらけ出してやっていくしかないんだよ。でも別に嘘偽りないよ。俺は本当に思ってること言ってるだけだよ。言ったら負けだと思ってる。言ったら負けだと思ってる。花火欲しいって言ったら負け。毎日それと戦ってるよ。言ったら負け。リスナーに花火欲しいなんて言わせねえよって言ったら本物の配信者だと思ってる。リスナーが100人200人毎日集まっててね、アイテムくださいっていう無駄な一言を言わせてる時点でそれがコンテンツになっちゃうんだよ。表現者が、例えばだよ、みんな今日は東京ドーム満員でありがとう、次の曲が、あ、すいません、花火ください。あ、すいません、花火ください。嫌でしょ？萎えるでしょ？うわーってなってる時に、さってなるでしょ？嫌じゃん。例えば、はっけよーい、残った、はい、はい、花火ください、続きは花火ください。嫌でしょ？これをさせる？面白いと思ってるものに。でしょ？
だから払うのが当たり前なんだよ。払うのが当たり前なの。俺はそう思うよ。知らねえよ、帰れよ。俺初見とか嫌いだから、別に初見なんか来なくていいと思ってるから。お前邪魔。そうだよ、花火をいただくため。面白かったよって、今日も楽しいんだよ、お疲れな和道って、これでうまいもんでもちょっと食ってよ、足しにしてって、映画頑張れよって、喋り磨けよって、明日も楽しませてくれよって、そういう心づけをしてくれる人のために俺はサービスを提供してるのであって、無料でズーズーしいやつのために俺は喋ってるわけじゃないから。面白いことやったら金やるよっていう態度のやつを、俺はそんなやつに向かって喋ることなんか一切ないよ。一切ない。そう、知らない、そんなやつ。どうでもいい。あ、お前いらない。目障り。この放送っていうのは、放送やってくれてありがとねって、和道いつもありがとねって、和道大好きだよっていう人が集まる場所であって、文句がある人の場所ではないから勘違いしないでください。わかる？わかる？放送楽しみにしてる人たち、支援支えてる人たち、俺のファンが集まる場所であって、なんかストレス溜まってる、なんかリーマンとかいらないんで、はい。他でやって。そういうなんか小汚ねえなんか、さもしい人間は他でやってください。そういう心の貧しい人は他でやってください。アイテム投げないとダメに決まってんじゃん。まだわかんねえの。恥ずかしくねえのかよ。
寒い。はい、こんばんは。ただいま。寒い。ただいま。ありがとう、タカちゃん。花火ありがとう。サンキュー。ありがとう。昨日の夜の人だなっつって。なんで、なんでこんなにね言われないといけないの？なんなの？なんなの？いや、お前には関係ないから。お前には何が関係あんの？お前にありがとうって言ってないから。俺とタカちゃんの話だから。いや、割り込んでこないで。俺、お前は関係ないから、お前は、なんか、こきたね、なんか、立ち読みの本買わないやつだから、コンビでいつも立ち読みしてる、なんか、こきたね、ホームレスだと思ってるから、お前には全く関係ないよ。俺と、タカちゃんの話に割り込んでこないで。お前には全く関係ない。全く関係ない。俺と、二宮タカちゃんの話だから、うん、お前に話してない。お前にありがたいと思ったことなんか一回もないから。お前はいらないの。他行けばっつってんの。俺はなんか平等に扱うとかないと思ってるから、うん、お客様リスナーが神だとも思ってないから、うん、リスナーさんは神様だとかそういうくだらないことやんないから、うん、リスナーにもゴミみてえなやつがいるし、リスナーにも人間ができてる人がいるって思ってるから、一人一人を判断するから、リスナーっていう一括りじゃなくて一人一人どういう人間なのかを見て俺は会話を楽しんでるから、うん、わかる？いい対応をしてくれる人にはいい対応で返すよ。誠意には誠意で返す。無礼には無礼で返す。うん。いや、配信者は別に神様でも何でもないよ、本当に。何でもないよ、別に。何なんだろうね。でも、みんな見てごらん。見てごらん。鶴音みたいになりたい？このさ、ズーズーしい鶴音みたいになりたい？ね。それともこの根っこ、スコスコとかいうやつみたいに、こういうコメント、こいつらのコメント欄見てごらん。無料で見て文句言ってるやつになりたいと思う？こんな恥ずかしい人間になりたいと思う？こういうのになったらダメですよ、皆さん。1円でも10円でもいいから投げてごらん。うん。でしょ？支援をしないで、こういう迷惑な老害みたいなのになり、ね、思わないでしょ？こういう風になったらダメですよ、皆さん。こういうズーズーしい人間に。見てて不快でしょ？自分が迷惑かけてるっていうことを分かんないんだよ、こいつらは。この根っこっていうやつとか、このつるねっていうやつは、他の120人の人が迷惑してるっていうのに気づかないで、嵐ですよ、こんなの、嵐。嵐ですよ、嵐。うん。営業妨害、ヤクザだよ、ヤクザ。こんなの。ネットヤクザだよ、ネットヤクザ。誰の許可取っとんねん、つって。誰の島やと思っとんのや。恥ずかしい、いい大人が。無法者だよ、無法者。そうそうそう。だったらさ、他見に行けばいいじゃん。初見さんいらっしゃい、ゆっくりしてってなって。なあ、初見です。初見さんゆっくりしてってねって、いくらでもいるじゃん、そんなの。他行けよな、バカ野郎。全然ゆっくりしてかなくていいよ。全然ゆっくりしてかなくていいよ。他行けよ。
初見ですって書いたらあのチヤホヤされるから、初見ですって書かないとダメなんだよ、うん、やってろやってろバカ野郎、何が初見だよ、笑わせんなよ本当に、初見だから何なんだよバカバカしい。いや普通に米すんのが普通でしょ、店入るときに初めて来たんですけどっていうバカいるだから何なのって、ラーメン頼むの頼まないのって、いや私初めて来たのに何ですか、いや近くてここラーメン屋だからご注文どうぞって、ああひどいひどいひどいラーメン屋だわ、初めて来たのに何なの、なんでなんで、皆さん隣の人ね、この店員さんの態度どう思います、私初めて来たのにって、帰れよもう、迷惑だ、営業妨害だよは初めて来たのになんで、ご注文は、味噌ラーメン、つけ麺、豚骨なの、バカでしょ、ラーメン屋で言ってるよ、初めて来たんですけど、あそうなんですかって、ご注文どうぞって言われるだけだよ、バカバカしい本当に。バカバカしいだろこんなのねえ、バカバカしいだろこいつら、いやそう思わないもち、バカバカしいだろこいつらが言ってんの、全然正論でもなんでもないよ、こいつらが正論だと思ってるだけで、バカバカしい、何が初見だよ、初見だから何なんだよ、うち常連が100人集まってるんだよ、100人パンパンの店で、初めてです初めてのお客さんです、この店初めて来ました、初めてですよ皆さんって、帰れよバカ、100人埋まってるんだよ、空気読めよバカ、常連いっぱいいるから困ってないから、うち他行け、あの3人ぐらいしか入ってない汚ねえラーメン屋行けよ、うん、恥ずかしい、で100人集まってるんだよ、常連でごった返してるんだよ、固定客で列ができてるんだよ、初見です初見です皆さん私初見ですって、バカだろ、帰れ帰れ、困ってねえわ、初見ですから、バカバカしいにも程があるだろ、病気だろ本当、ただの、初見なんかいらねえから、うん、何年やってると思ってんだよ、6年目の老舗だよこっちは、初見だからって甘やかさねえよ、忙しいんだよこっちは、他行けよ、うん、あのアイテム投げない金も払わない小汚ねえ貧乏人と初見とかいらねえから、いらねえよそういう、なんかもう病気だろ病気、うん、病気だよ病気、
黙るって2回言ってからずっとコメント書いてんな、こいつ。恥ずかしくない？ずーっとリプ飛ばし合って慣れ合ってるんだよ。このつるねってやつとねっこってやつ。もうお前らよ、LINE でさ、やれよ。裏で。LINE 交換して裏でやれよ。バカが。おい、チャット欄かよ、お前。恥ずかしい。バカじゃねえの？この二人。ねっこってやつとよ、つるねってやつよ。二人で話しちゃってんの。ひどい店だね、ひどい店だね、つって。バカだろ。太い客なんかとっくに逃してるよ、バカ野郎。太い客なんかいねえだろうがよ。うちの店でお前太い客いるか？シャンパン入れてるやつなんか一人もいねえよ。お前今月ファンタスティックちなみさんだけだから。で、ちなみさんも一見さんだから。ちなみさんも。すぐどっか行っちゃったから。バカ野郎。もともと太客なんかいねえよ。いるかよ。LINE でやれ、LINE で。バカばっかりやな、本当に。はい、マード2。いやいや、いいじゃん。つるねと、この根っこってやつ、お似合いだよ。小汚ね。お似合いだよ、こんなの。ずーっとチャットやってろよ。ずーっとやってろよ。やってりゃいいじゃん。そうそう、やってりゃいいんだよ、こんな。恥ずかしい。ネットで人の枠で悪口書いてんのは、どんだけ恥ずかしいことやってんだよ。どんだけ恥ずかしいことやってんだよ。寒いわ。バカだろ。嵐だよ、こんなの。こんなの、ふわっちの運営さんがブロックすりゃいいんだよ。弾き出しゃいいんだよ。こんなのがいくらいたって、ふわっちの運営さんからしたらお金1円にもならないんだから。運営さんからしても迷惑だよ、こいつら。コメント欄見返してみろよ。こきたね。こういう恥ずかしい大人になったらダメだよ。はい、いいか、はい、いいか。だって俺別に明日からネッコってやつとツルネってやつが明日いなく、今この瞬間いなくなったとしてもノーダメージだもん。ノーダメージ。何が困ることあんの？こんなのいなくなったっていいんだよ、別に。だろ？いてもいなくても一緒なんだから。何の意味もないよ、こんなの。何の意味もない。しまいにはお前リプでわちゃわちゃやってんだから、慣れ合ってんだから、どんだけ寂しいんだよ。バカだろ、本当に。いや、だって何、俺が思ったこと言って何が悪いの？な、もともとの話っていうのは別にこんなつるねとかこんなのの話じゃなくて、花火に対してありがとうなんて言う必要、アイテムを投げてありがとうとか初見ですって言って接待する方が間違ってるっていう話なのよ、そもそもが。俺はアイテム投げて当たり前だと思ってるから、プロとしてトークをして楽しませてるわけだから、10円20円100円1000円置いて、そこで初めて当たり前だと思ってるの。金払わないで文句言ってるやつなんか論外だっつったら、こいつらが発狂したんだよ。何が間違ってるよ。俺はプロでやってんだから、これで飯食ってんだから、金払わないで文句言うやつなんかいらねえよって言っただけだよ。そしたらこいつらが発狂したんだよ。何にも間違ったこと言ってねえだろ、正論だろ。なんか間違ったこと言った？俺これで飯食ってんだけど、配信で飯食ってんだから、金払わないで文句言ってるやつなんかいらないよ。だから俺は言ったの。
俺は言ったの。初見さんいらっしゃい。あのね、鶴根に言ったんだよ。お前みたいな俺の放送が好きだったらお前からアイテムが欲しいって。1円でも10円でも。お前みたいに俺の放送がいつくんだったら普通に気持ちを置いてくのがいいんじゃないのって言ったんだよ。お前は論外、根っこ。お前は論外。初見だから何なんだよ。発狂なんかしてねえよ。初見なんかいらねえよ、バカ野郎って言ったんだよ。お前が自己主張してきたんだろ、初見ですって。うん、お前が初見ですって言ったから初見だから何なんだよっつったんだよ俺は。初見さんいらっしゃい、うん、あのさ、そうそうさ、あのさ、そのくだりあのスルーしたじゃん。3回スルーしたっていうことは、プロがそのくだりは面白くないって判断をしたわけよ。俺3回スルーしても、こするのやめない？そうそう。俺さ、1時間前にそうそう、初見で3回投げて、スルー3回したのに、まだやるの。今、そのくだりはこすっても面白くならないから、今もうわかんないから乗ってあげたけど、それじゃ笑い取れないんだって。そうそう、そんな甘い世界じゃないんだよ。これで笑いが取れるんだろうみたいな、どやみたいな感じで、そんな初見です100個投げられても、そんなドヤ顔されてもこれだろう和道みたいな感じで来られても、いやそれじゃないってっていう、それじゃないんだよ。そう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 、それじゃないんだよ、うん、ちょっとね調子悪いな、そそがそそが調子悪い、うん、いやもうね、そういうところあるからね。いやもうね、いや俺間違ったことなんか言ってね、発狂なんかしてないからね。あと発狂なんかしてないよ。クラウンの車好きな人も来てた。校長先生、ああなんだっけ名前、なんかいたね、なんかいたね。いやだから言ったじゃん、猫のサムネ、ネイルのサムネ、犬のサムネ、あと子供のサムネ使ってるやつはどうしようもねえって言った通りだろ。昨日の話言った通りだろ。猫のサムネ、犬のサムネで、子供のサムネで、一番やばいやつがネイルのサムネね。ネイルは一番やばいんだ。で言った通りじゃん、どうしようもないって、うん、いろんなものがある中で猫の手が一番自分を表してるんだから。馬はいいね馬はいいよ、馬はいいよ、馬はあり、馬はなかなかいない。フクロウはいいよ、金魚もいいよ、いいよ。今猫と犬って言ったじゃん、何不安になってんだよ。いや魚も大丈夫だよ。この手の肉球が面白いと思ってるセンスよ。手の肉球を写真で撮って小手半が根っこだよ。小手半、このセンス、わかる？猫の肉球、手を取って、コテハンが根っこだって。何のひねりもないよ。で、書いたコメントが初見ですだって。何にも面白くならないよ。何にも面白くならない。うん、どうしようもないよ、本当に。三流だよ、三流。うん、三流、つまらなさが出てるよ本当に、うん、つまらなさが、うん、でも覚えとけよ、ネイルが一番やばいやつだからな。 LINE、 自分の携帯電話、スマホを今すぐ起動してみて、友達欄をコロコロカーソルやってみろ。
友達100人ぐらい LINE 繋がってるだろ、みんな。ネイルのこうやってやってるやつは、大体もう性格異常者だから。で、指パンパンだから。うん。キチガイだよ、キチガイ。ネイルこうやってやってるやつは。もう配信6年やってるから、もうわかんないよ、俺。ネイルが一番やばい。次猫ね、次猫と次犬、うん、もうネイルでこうやってやって、ネイルがその金かかってれば金かかってるやつほどもうどうしようもないやつだから、うん、一本一本違う絵が入ってたりするんだ。ネイルやばいよ。ネイルのやつはもう本当にね、粘着質だよ。本当に気をつけた方がいいよ。俺もだって LINE 申請がリスナーから来て、ネイルのサムネだったらブロックするもん。あ、やべえやつだなこいつって。いくら花火投げてもネイルのサムネだった時点でブロックだよ、うん、ダメ。あのね、犬とか猫のやつ大体ブス、うん、犬とか猫のやつは大体ブス。ネイルのやついるよ。俺だって7人ぐらいいたもん。でネイルのやつ本当にすごいよ。ネイル絶対いるから。LINE 起動してみろよ。で、サムネイルを Twitter のフォロワーでもいいよ。ネイルのやつやばいから。ネイル絶対いるんだよ。うん。ネイル探そうか。ネイル。絶対に一人はいるんだよ、ネイル。ちょっと待ってね、ネイルどこだ。え、何これ。え、ちょっと待って、俺の LINE に塾長って書いてる人がいるんだけど。え、え、この人塾長さんじゃない。え、これ塾長さんじゃない？俺の LINE、なんか塾長っていう小手半いるんだけど。おっさんじゃん。え、これ塾長のこれ。あ、この人塾長なのかな？あ、でも金持ってそうだな。うん、釣られてるのかな。ちょっと待って、ネイルを探そう今。こいつだって、こういうやつだっていうのいるから。あ、でもネイルブロックしてるからいないな、うん、ネイルブロックしてるな。ネイルやっぱブロックしてるからいないわ。ネイルがいない。ちょっと待ってね、これこういうのに気をつけろっていうネイルのやつ探すから。ネイル、ネイル、ネイルどこだ。ネイルいねえな。やっぱネイルはブロックしちゃってるんだな。っていうか犬猫多いな。ちょっと待ってね、ネイルがいない。なかなか犬猫子供が多い。犬猫子供がすげえ多い。ちょっと待ってね、ネイル探してるから。犬猫子供多いな。いた。あ、違う、これネイルじゃない。あれ、俺が広めちゃったから、みんなネイルのサムネ変えたんじゃないのこれ。俺が宣伝したら。あ、はい、こんばんは。これそうでしょ。俺がネイルを広めちゃったから、やばい、私ネイルだってなったんだよ。私ネイル変えなきゃってなったんだよ。多分。以前、ドレさんがネイルと戦ってた。でしょ？でしょ？ネイルのやつはね、大体おかしいんだよ。
ネイルのやつは。あれ、ネイルいねえな。あれ、ネイルが一人もいない。昔あんなにいたのに。なんでお前らネイルどうした？お前らネイル削除しただろう。あー、対応されてるわ、これ。ネイルがいないんだけど。そういうの、そういうの、そういうこと。そういうこと。そういうこと、そうそう。ありがとう。そういうこと。まさにこれ。これね。ありがとう、そうそう。ありがとう、ありがとう。そういうサムネのやつ。だいたいブス。ブスっていうか、性格破綻者。待って、そうそう、これ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 、そういうの、こういう、こういうの気をつけろよみんな、こういうの。なんでクロムハーツなんだよ。なんでクロムハーツなんだよ。なんか手がささくれがすごいし、わかる？クロムハーツ、こういうの、これまさに俺が言ってる典型的なやつ。これこれには気をつけろよ、うん、闇不景観なネイルの、うん、そうそう、絶対ネイルのやつ手が微妙に太かったり汚かったりするの。ネイルはもう本当にネイルサムネ気をつけないとダメだよ。ネイルサムネ、うん、そういうやつ、そういうことっていうか、どこで拾ってきたのか、どこで拾ってきたんだろうね、これ、うん、スクショした。ネイルの闇深いよ。だってマルーン、冷静に考えてみて、冷静に考えてみて、世の中、身の回りに美しいも、あ、花火師の、花火師の確率で高いのはワイングラスとか、あのね、ワイングラスとか、上海の夜景とか、花火師の確率めちゃくちゃ高い。要は花火投げる人だから、いっぱい、サーフィンとかもそう。要はあの花火師は金持ってるじゃん。で、旅行に行ったり遊びに行ったりするから、自慢できるものが、上海のこの夜景綺麗でしょうって、インスタ映えっぽい感じなの。あの、なんかドバイのプールとか、あの高いワインとかの。でもネイルの何がまずいかっていうと、人生で世の中の身の回りに起こることで自慢できるのがネイルしかないの。ここが人生のハイライトなの。何十年も生きてきて自慢できるところがこれなのよ。わかる？それでヤバさがわかるでしょ？わかる？何十年も生きてきて人に褒められるパーツが爪なんだよ。わかった？闇が深いんだよ、本当に。だからサムネで俺大体、あ、こいつ花火投げるな、あ、この人花火投げないなんてわかるもん。サムネを見たら大体、あ、この人花火投げるな、あ、この人うまくいってるな。あ、で、説教臭いのは車。これも鉄板。あの、花火とかアイテムは投げるけれども、説教臭いのは車のやつ。クラウンとか。わかる？中途半端な車に乗ってるやつ。ランボルギーニとかフェラーリじゃないの。クラウンとかジャガーとかベンツとかの微妙な小金持ちは説教臭いから。中小企業の社長なの。でしょ？車のサムネのやつやたら説教臭いでしょ？わかるでしょ？これ。これもうあるあるだから。俺車のサムネはちょっと距離置くもん。あ、車かと思って。そう、語りたがりだし、ちょっと上から目線なの。うん。車は厄介。うん。セルシオいた？セルシオいた？気をつけなよ。
車は説教臭いから、うん、車はダメ、うん、バイクもちょっと車に近い傾向があるけどね、うん、いやだからこのコメント欄が俺の理想はだよ、本当のこと言ったらもうキラキラしてるなっていうぐらい、夜景とか上海とかドバイとかワイングラスとかドンペリとかばっかりになってほしいの、サムネイルがもうコメントが流れるたびにもう眩しくて見れないっていうぐらいキラ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 ってコメントが流れるたびにキラキラしていく、そしたらもう花火もバンバン上がるし、見てよこのサムネ欄、これこんな花火上がるわけないんだから、こんな見てみろよ、マルーンはちょっと花火上がりそうだよね、これいいよ、マルーンはなんかこれ金持ちだよ、これ絶対隠れ金持ちだから、俺もうわかるもんセンスで、こいつ金持ってるよ、投げないだけで、見てみろよこれ、全然金持ってないでしょこんなの、全然ダメじゃんこんなの、貧乏人しかいないよこんなの、ダメだよ、あー一番ダメなサムネだよこんなの、こんなのどうしようもない、病気だよこんなの、病気、あ一番ダメだよこんなの、うん、病気サムネだよ、病気サムネ、メンヘラサムネばっかりだよ、どうしようもないよこんなの、こんな花火上がるわけ、バブだよこんなの、バブだよ、花火上がるわけねえよこんなの、汚い本当に、病人だよ病人、ふざけんなよじゃないの、事実でしょ、じゃあ花火上がってるところのサムネ見てこいよ、一回キラキラしてるから、キラキラしてるから、うん、どうしようもない本当に、いや俺もう、うん、こういうのは定評あるから、こういうのは、うん、全然当たってるよ、うん、全然当たってる、うん、全然外してないよ、むしろ的確な意見だと思うよ、サムネ占い、うん、あとね、じゃあもう一個言ってあげようか、これみんながわかるっていうやつ、これは俺の持論じゃないんだけど、うなちゃんマンが言ってて勉強になったこと、あ言われてみればっていうやつね、これうなが言ってたやつね、サムネイルをコロコロ変えるやつはメンヘラ、これうなの語り継がれてる名言だと思う、サムネをコロコロ変えるやつはメンヘラ、これね間違いないの、これ間違いないから、サムネがやたらコロコロ変わる人いるでしょ、うん、サムネがしょっちゅう変わるやついるでしょ、メンヘラ、うん、間違いないから、うん、LINE もそうだよ、 LINE も Twitter もアカウントもそう、いるでしょ、メンヘラでしょ、サムネコロコロ変わるやつ、だからもう6年やってたら大体のこと分かるからね、6年やってたら、うん、うん、減らってるでしょ、ツルネどこ行った？そういえば。ツルネどこ行った？そういえば。
気づいたらいなくなってたけど。あれ、鶴根となんだっけ、鶴根ともう一人なんだっけ、鶴根と、鶴根どこ行った、鶴根と根っこどこ行った気づいたらいなくなってたの。鶴根と根っこがいなくなってるけど、どうした、なんだろうね、なんだろう、スコスコ何がスコスコなんだよスコスコってなんだよ初見アピーどこ行った、他で初見ですと書いてんのかなちょっと探してきて、和道が探してたぞっつってあ、もちろんありがとう、うん、はいはい、メンヘらしいようにしたんだ、ありがとう花火。どっかのザッピングしてきてみんなでどっかで初見ですって書いてるはずだから、うん、猫がスコスコっていう名前だった、うん、あ、そうなんだ、猫がスコスコなんだ、うん、あー、すごいね、どうした、あら、誰だろう、ありがとうございます、ファンタスティック、すごいね、綺麗だね、うん、わお、わあ、珍しい珍しい人からもらったよ、わあ、この人投げるんだ、すごいね、ありがとう、うん、すごいね、この人投げる人なんだ、うん、っていうか、三又さんどうしたそういえば忘れてたけど、1週間ぐらい経つけど三又さん配信やってないよね、三又さんどうした、三又さん忘れてたわ、ソソのサムネで思い出したわ、配信やるんじゃなかったの、うん、三又さん、三又さん配信枠開いてないよね、飽きちゃったのかな、忙しいのかな、なんかドラマが決まったらしいよ、三又さんツイッターで書いてた、うん、いや三又さんがこの前俺の枠に出たんだよ、生で見たかった、あ、一応 YouTube にアップしてるから、三又さんとのコラボ会、俺の YouTube の画面チャンネル登録してる人はほら三又さんのやつあるから、見逃した人はこれ見て、あ、1週間経ってるかもう、うん、1257再生ね、三又又蔵さん、これ見てください、うん、いや三又さん向いてると思うよ、配信面白かったもん、又蔵さん、モイスト知らないんだ、あのここに座ってたんだよ三又さんがそっか、最近来てなかったもんね、モイストね、自宅では配信したくないじゃなくて、配信ここでやりたいって言ってたの、別に自宅でもいいんだけど、あのなぜかここを気に入ってたんだよね、うん、三又さんがなぜか、うん、誘われるの待ってるのかな、ちょ、三又さんに連絡今度取ってみようか、やりましょうよって配信やりましょうよって、いや三又さん向いてるぞ配信、すごかったよ、だって開口一番何言ったかっつったらさ、どうもはじめましてのオープニングトークで花火100発くださいって言ったんだよすごいでしょ、開口一番花火100発って言い始めたからね、嘘だろ天才かよって思ったもんで後半のコメント「よっさんよっさん」って書かれてたからね、すごくない、よっさんと同じジャンルなんだよ、絶対マルーン、そうだよね、三又さん配信向きだよね、絶対向きだよね、うん、でしかも三又ダンスって知ってる、みんな三又ダンス知ってるかな、みんな三又ダンス知ってる、知ってる人手挙げ、知らない人手下げ、三又ダンス
見てごらん。知らない人は三股ダンスで検索した方がいいよ、 YouTube で。そうもういっそ知ってる。あれさ、花火が、え、三股ダンス知らないの？アモちゃんとマルーン、え、知らない人は YouTube で三股ダンスで検索してごらん。あの破壊力はやばいよ。入浴剤さんね、入浴剤くんさんね、 YouTube で三股ダンスって検索したら30秒ぐらいの動画があるの。田中見ろ、田中今すぐ YouTube に行って。今流せない、あれテレビの映像だから。多分ね、30秒ぐらいのテレビの映像が YouTube に残ってるはずなの。じゃあちょっと動画は流せないけど、サムネだけやってみようか。三股ダンスでこれだよっていうの。テレビはバンになっちゃうから、動画流したら。サムネイルだけね。いやすごいよ、だって明石家さんまが認めた結果だから。三股ダンスで検索するの。そうするとこれ、これがいいね。36秒の三股ダンスモンタージュっていうのがあるから、これ見たらいい。36秒の三股ダンスで検索して、これ見たらね、三股さんがこれ絶対生で見たいってなるからもうね、あ、天才だってなるよ。36秒の動画が上の方に出てくるから。うん、はい、こんばんは。いや、三股ダンスは面白いでしょ。三股ダンスは笑い死ぬよね。さんまさんが三股さんにプライベートで電話かけてきて、三股ダンスだけは絶対にヒットするから絶対に諦めるなって言ったらしいよ。三股ダンスだけは絶対火吹くから続けろって言ったらしい。で、草野さんに三股ダンスやったやつの回見た？そうそう、草野さんがブチ切れてるの、三股さんに。っていうか、芸能界でも三股さんにブチ切れてるその芸能界の人っていっぱいいるんだけど、その中で大御所の草野さんに草野さんが三股さんのこと大っ嫌いなので、その草野さんが怒ってるから仲直りするっていう番組があるのよ。で、草野さんが三股さんがいかに嫌いかっていうのを語った後にじゃあ謝らせようっていうことで三股さんが登場するんだけどそれが三股ダンスなので、草野さんがマジでキレるっていう。いや、それめちゃくちゃ面白いよ。それがこのね、こっちの方なの、この上の方、三股狙い撃ち草野っていう、この対談が、この上の方は、6分の方は、その草野仁さんが、ブチギレるっていう。めちゃくちゃ笑ったもん、俺。うん、で、最後、番組の終わりが、共演 NG って、もう今後一切関わらないっていうふうに言う、草野さんが。金魚姫、面白かったでしょ。三股ダンス見るために花火ちょっと投げようかなってなるでしょ、うん、配信向きなんだよね。もうすでに鉄板の花火エフェクトを三股さんは持ってるんだよ、うん、だからコメント欄でも三股さんが映った時に三股ダンスやってよって言ったら、三股ダンスは花火200発だなって三股さんが返したの。金八先生は花火100発で、三股ダンスは花火200発だなって言ってすげえ面白かった。でもね、花火200発投げる人出てくると思うよ、俺。三股ダンス見るためだけに。うん、いや、三股さん面白いよね。カップヌードルね。なんだっけ、マルちゃんを食べろよって怒られてたよね、リスナーさんに。そこはマルちゃんだろっつって。なんでマルちゃんかっつったら、金八先生がマルちゃんの CM やってるからでしょ。いや、だから芸能界って難しいよね。難しいよね。ポジションかぶりがあるからね。確実に、だからクロちゃんのポジションね、今三股さんがもともと持ってたポジションだからね。
やめろや、そのサムネ。腹立つな。いやだから俺は三又さんが配信ふわっちを荒らす激震が走るっていう。だからモイストが三又さん何って言ってるってことはまだ気づいてないリスナーがいっぱいいるわけじゃん。サイレントでやったから、シークレット放送でやったから、三又さんがちゃんとアカウント作ってサムネに三又さんが出て、三又さんがっつり自宅から放送やったらぶっぱねると思うもんね、ゴールデンタイムにやったら。あと三松さんがちょっとね気にしてたのがね、本気のトーンで言ったのがね、ツイッター10万人にしたいって言ってた。結構悩んで聞いてたね。ツイッターが伸びないんだよって言ってた。ツイッターが10万人はいないと芸能人で恥ずかしいっていう感覚が三松さんにはあるらしくて、いや1万5000人結構多い方ですよって言ったんだけど、でもやっぱ芸能人だから10万人いないと恥ずかしいっていう。でもなんかネットとの相性だから、なんかふわっちやったらツイッター増えると思うし、実際なんか190人ぐらい増えてたからね、この前の放送だけで。ちょっと気にしてたんだよね。で10万人が目標らしいよ。うん、いや盛り返すと思うよ。うん、下手したら三松さんがやってるっていうことで他の芸能人の人がやりだす可能性があるから、三松さんが人気が出たら、そしたらまた面白くなると思うよ。うん、そうそう、もともとふわっちをやりたい理由っていうのが、本気で三松さん、そのアメリカのなんだっけ、あのプロレスラーの有名な GM がいるんだけど、その人に本当に会いたいんだよ。本当にプロレス大好きなの。あの、もともとアマチュアレスリングやってたんだよね、三松さんって。しかも、宮城で準優勝とかそういうレベルの本格的にやってたんだよ。合ってるよね、この情報。確か、アマチュアレスリングの高校で、県大会2位とかいう レベルで、本当に、あの、強いんだよ。で、あの、今、その、なんだっけ、あの、GM やってるんだよね。プロレスの、あのゼネラルマネージャーやってるから、そう、本当にアメリカ行きたいんだって。でアメリカ行くその費用をふわっちで稼ぎたいって言ってたね。だからファイターなんでしょう、多分気質的に言ったら。本当にプロレスが好きなんでしょう。あ、でもね、夢が叶うのはいいよね。なんか、え？なんかでもね、いくつになってもやりたいことがあるって最高だよね。花火ありがとう。おやすみなさい。あー、なんかなー、なんかなー、なんかあれだなー、いやなんかね、ひねくれてるよな、心の病気抱えてるよな、なんかうまいことないのかね、本当に。
なんかね、もうね、自分で自分が嫌になるよ、本当に。もう、なんだろう。なかなかね、思ってることが伝わらないっていうのがまず第一関門でしょ。で、今度二つ目。説明を完璧に仕切ったとしても伝わらないっていう。わ かる？二重構造なの。で、結論なんだけど、何を言ったところで伝わらないんだよ、多分。俺が抱えてる問題って。そう、これはね、ほんとね、たまにね、ほんとね、鬱がひどくなったりすると、俺間違ってんのかなって思うもんね。あれって、これ本当にわからない。俺、そう、結局結果伝わらない。 でもこれね、変な話、子供の頃からなんだよ。もう、この感覚って、だから、どうやって自分が割り切ったかっていうと、世の中の99%の人間はバカなんだって本気で思い込んだの。こういう話をしてるの見てない人はやっぱ誤解するんだよね。誤解するのか、意図的に誤解してるのかっていう問題があって、いや、誤解なのかだよね、そもそも。いや、誤解だったら解けばいいし、いいんだけど、その配信をやってる時のすごく難しさっていうのが、じゃあ誤解をされないように、普通に作ろって、普通にありがとうございます、理路整然としていて、普通に尊い生き方をしていて、普通にサラリーマンもやりながら配信していて、それはかそるだけなんだよ。 それただの面白くない人なんだよ。で、じゃあ誤解をされてもいいから、誤解をされてもいいから、ありのままの自分をさらけ出してやろう、思ってることを言おう、でも誤解されたままなんだよ。わ かる？ だから、そう、ないものねだりに近いんだよね。で、そもそもが誤解なのかっていう。いや、返さないと思うよ。いや、返さないと思うよ。返さないと思う。なんていうか、手のひら返すとか返さないとかいう問題じゃなくて、もっと根の深い問題だと思ってるもん。だから、にわかほど、俺の配信見てないやつほど俺のこと叩くんだよ。要は、炎上してる時に見るの。それはね、俺、もう炎上系配信者だったからよくわかってるんだけど、閲覧が多い時って、要は、何っていう状況で途中から入るじゃん。で、見たものが真実じゃん。その過程っていうのはいくら説明しても聞かないの。で、説明とかは聞きたくないの、リスナーさんは。コアなファンだけ聞くの。だから誤解がされっぱなしだっていうのが配信者の常にみんながメンタルやられるところなの。要は、私はこういうことで、こういうことで、こういうことがあって、こうで、こうで、こうで、こうなってあのシーンがあるんだっていうことが常に抱えてるよ。だから全員、大手配信者は全員誤解されてる。全員誤解されてる。過疎配信者は誤解はされないよ。だからそこのね、悩みっていうのはもうこれ、無理だなって思ったもん。ある程度閲覧数が上がってくると、無理。だから YouTuber とかはそれがないから羨ましいよね。要は、見せてる部分って作り込まれた部分だから、5分間とか10分間とかで、綺麗な部分だけ見せられるわけじゃん。じゃあ、俺が切れ方じゃなくて、俺は本当に切れてるんだよ。だけど、その、前の下りがあって、その、話をしてる下りがあって、これに対して怒ってるんだ。で、怒ったから面白いから人が集まる。で、何で怒ってるのかを知らなくていいっていう風に考えてるから、そもそも誤解をする前提で見てるんだって。その人のことを理解しようとかじゃないんだよ。で、そこは配信の難しいところだよ。配信の難しいところ。で、逆にそれを理解してくれる人は、フォローしてくれてるよ。そう。だから、そもそも配信で自分のことを理解してもらおうっていうふうに思うのがまず間違い。
もうメンタルが崩壊する考え方だと俺は思ってる。例えばね、これもう一つあるんだよっていう、その炎上から始まる誤解っていうのと、もう一つの誤解っていうのが、俺が猫が好きって言ったら猫が好きな人は共感得られるんだよ。でも猫が嫌いな人からすると共感を得られないので、どんなことを話しても、どんな普通のトークを話しても、まあ当たり障りのないことって俺らは言えないわけじゃん。いかに尖って話すかだから、誇張して話すわけじゃん、でそれを聞いた人が不快に思う。だから誰かがいいっていう風に思う話をした時に誰かが不快になるっていう話でもあるから、だからそこは、だからね、俺がアンチが多いのは結局ね、あの本音で喋ってるからなんだよ。あのなんつうの、好かれようと思って喋ってない、気をつけて喋ってない。逆にだから言ったら正直なんだよ。人を長い目で見るようになったけど、それではまた違ったよ、人はそんなもの。まあ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 、その長い目で見ないと。よく言われてるのが、あの配信中堅どころとかがよく言うのが、3ヶ月見て決めろっていう。3ヶ月見るといいところと悪いところと、その人となりが見えるの。でも3日とか1週間で勝手に好きになると勝手に嫌いになるの。だからいきなり来て好き好きってやってるリスナーは俺は信用しない。3ヶ月見ていいところと悪いところを見た上で好きっていうのは信頼できるの。いいところと悪いところを見て嫌いっていうのは信頼できるの。リスナーって勝手に好きになって、勝手に一瞬の部分を切り抜いて、この人はこんなに素晴らしい人だ、この人は考え方素敵って神格化していくんだよね。いや違う、要は3ヶ月見ないとその人となりがわからないって話。マルーンの言ってる長い目で人を見るようになったっていうのは何を意味してるのかっていうと、和道のこと好きで見てたけど嫌いにもなったと。でもそこを長い目で見ないと好きと嫌いが判断できないっていう深いコメントを書いてるのよ、マルーン。要はこのコメントの中に俺はどういう風に受け取るかっていうと、和道のいいところと悪いところ、私は両方とも見てきた上で見るからねっていう深いコメントなの、これは。そこまで汲み取れるぐらい繊細じゃないと、配信者はずぶとくなれないといけないんだけど、逆に言ったらリスナーさんの気持ちを汲み取る繊細さも両方持ち合わせてないといけないの。そう。だからその長い目で人を見るっていうのは、いいことと悪いことの両方とも見ないとダメだよっていう。だから極端な、あとね、これがね一番ね嫌なのが、俺が嫌だなって思うのが、同業の配信者が愛情を込めてディスをしてるわけ。映画がどうのこうのってね、俺の友達のリスナーとか映画をいじるのよ。だけど実際にオフ会とかコラボとかで会うとね、和道映画で出させてよとか、映画頑張れよ、俺も出るからなって言ってくれるの。でもこれが良くないところで、友達、俺と誰か友達の配信者が映画をディスっても、俺はそれが冗談だって俺は理解できる。だけれども向こう側のリスナーは文脈とか俺との人間関係が理解できないから、本気で映画を否定してるんだって思っちゃうの、まずリスナーが。で今度はその大手とか中堅配信者の人間関係がある中でのやり取りを見て、俺も悪いと思うって本気で叩いちゃう人がいるのよ。でもさ、それってさ、勝手に広まっていって、勝手に詐欺だとか勝手に悪いってなっていって、本人たちはその気がないのに俺が全部被らないといけないわけじゃん。そこはね、ちょっとね、そういう悪ノリやめようよって思うよね。そういう悪ノリ良くないよっていう。そう。いいところは広まりづらくて、そう、勝手に広まっていくから、それは困るよね、やっぱり。だから知らない人に勝手に印象が広まっていくから、それはね、ちょっと嫌だなって思う。嫌だけど、それが配信だからもう受け入れるしかないんだよね。逆に広まらなくなったら噂されてないってことだから、
しんちゃんママいらっしゃい。いや、そこのバランスっていうのはすごく難しいかな。なんかこう、どこまでを許容して本当に分かってもらいたいところは本当に分かってほしいし、別に悪ノリ悪ふざけしてる分にはそれをやめなさいよっていうふうには言わないけど、ちょっとやりすぎたら責任は取ってくれよっていうね。そうそう、有名勢だよね、有名勢。そうだから、まあ誤解されやすいとは思うよ。あの、誤解される生き物だと思いますね。じゃあ、それじゃあ皆さんありがとうございました。今日はね、映画制作の脚本を書いて、ブッキングなどで動いておりました。3分間のね、ショートムービーを今後作っていこうと思いますので、よろしくお願いします。それじゃあ皆さんまた明日、たくさんアイテムありがとう。お疲れ様でーす。おやすみなさい。最後に面白かった人ね、アイテム投げてください。おやすみなさい。